ともこの心理学チャンネル。はい、始まりました。ともこの心理学チャンネル。このチャンネルは心理学者がさまざまなテーマについて語っていくチャンネルです。司会のダミーリリックス岡本と心理学者のともこです。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、コメントにありました永山紀夫事件を取り上げていきたいと思います。まあ、詳しい事件の概要はね、まあ、いろんなね、他のチャンネルの人がやってたりとかね、精神分析してたね、ドキュメンタリーみたいなのも YouTube であったので、まあ、詳しく知りたい方はそちらの方をね、見てからこの動画を見ると、よりね、永山紀夫がどういうもんだったのかっていうね、どういう人物だったのかっていうのがわかると思います。まあ、概要だけ言うとね、1968年から69年の間に、タクシードライバー4人ね、射殺されるという事件がありまして、捕まったのがその永山紀夫、当時19歳ですね。まあ、米軍の、ね、宿舎が何かに、忍び込んで、22口径の回転式拳銃ですね、22口径なのでそれほど大きい口径ではなくて、殺傷能力も速攻まで高くないのでバンバン撃ってる感じではあったんですけどもね。で、まあね、まあ、凄惨な生い立ちからね、まあ、注目された事件ではあったんですよ。で、コメント欄にもあったんですが、まあ、その永山紀夫事件を見て感動されたというね、まあ、いつもコメントね、いただいてありがとうございます。まあ、その事件を見てね、涙をしたということで今回まあ取り上げたんですが、まあ、結論から言うと、まあ、私個人からするとですね、全く感動する話ではありません。はい、少年時代にね、凄惨なまあ、体験をされたっていうのは同情すべき余地があるのかも分かりませんけれども、それはそういう苦労をした上で現在成功していたりとか人のために何かをしている人に当てはまる、もうこの2つの要素があってこそ当てはまるようなことであって、その凄惨な事件があったから4人を殺してしまったわけじゃないですか。なので、その何ですか、その無実のですね、まあ、何の落ち度もないその被害者が殺されているので、まあ、永山紀夫に同情したい気持ちっていうのは、私にはあまり分かりません。はい、だってそのね、自分がじゃあそういう凄惨な目にあったから人を殺していいんだっていうロジックが成り立つし、あとそのね、何の落ち度もなくて突然殺された被害者こそが一番かわいそうで涙しなければいけないところであり、なので、もしね、この永山紀夫の事件に対して感動したという感情があるのであれば、それは多分自分とは無関係な社会のお話、全然自分とは遠いところのお話として現実に帯びていない何かの物語のように感じているんじゃないかなと私自身は思いましたし、自分がもしね、被害者の立場にの視点に立てるのであれば、永山紀夫のようなものは、まあ、要は何ですか、まあ、言ってみれば憎むべき存在でありね、そこに同情してしまうっていうのはおかしいかとは思いました、私個人はね。で、ともちゃんとしては、まあ、要はこういうのはただの研究材料だったりとかね、そういう事象を解明するためのものなので感情移入は通常しないのでね、ともちゃんからの感想、個人的なその永山紀夫に対しての感想はないですが、ちょっとね、まあ、一言で言うと、これに同情してしまうっていうのは少し平和ボケというか、まあ、言い方は悪いですけど、もしかして平和ボケに入るのかななんていうのはちょっと思ったりしてですね、被害者の方にも視点を向けていただければいいかと思います。何の罪もないね、普通に生きていて、で、年もね、まだ若かったとかね、でタクシードライバーでももう、何ですか、孫がいるような年の方もいらっしゃったりとか、まあね、家に帰ったら家族もいたのに、突然ですよ、その強盗殺人に遭って殺されてしまうっていうわけだったんでね、まあ、そんなわけでですね、まあ、そんなその犯人、いいか悪いかの話は置いといてですね、なぜ永山紀夫がですね、こういうふうに殺人を犯すようになってしまったのかっていうところにね、今回はね、ちょっとまあ注目して解説してもらいたいと思います。はい、でそれじゃあね、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。じゃあ、一つ目ですね、さっきも言ったみたいにですね、永山紀夫のね、まあ凄惨な幼児期ですね、まあ母親から虐待されていたり、まあ虐待というか無視されていたりとかね、あとはまあ兄弟からも暴力を受けていたということで、まあね、再三ずっとね、ともちゃんがずっと言い続けてる愛着行動が幼少期に取れてなかった。そうですね、まあ、ここの愛着行動についてちょっとお話ししてもらいましょうね、永山紀夫。はい、まあ、この永山紀夫さんだけではないんですけれども、まあ、人間みなしもそうなんですが、まあ、生まれてから
生まれるのを0歳と数えた時に3歳ぐらいまで母親の抱っこする行動であったり、言葉は分かんないけど可愛いねとかいい子だねってあやしたりすることを、子供が、順流もそうなんですけど、子供が母親の愛情を受け取ると、うん、愛情を感じると、それを愛着行動と言います。で、その愛着行動っていうものがなかった場合っていうのは、将来的に、思春期から出やすいんですが、心が不安定になると心理学上では言われています。まあ、なんでね、よくそのなんていうかね、なんでこんな暴力的なことができるんだろうとか、なんか人間の血が通ってないように見えるっていうのも、要はその愛着行動がないがゆえに、まあ、要は愛を知らない感じで育ったとか、他人の痛みも理解できないとか、そうそうそう、愛を知ることによって思いやりができたりとか、他人の痛みを知るきっかけになる、まあ、同調もできる、共感もできるっていう幅広い感情が生まれるのに、その基盤になる木の幹みたいなものがないから、例えば無表情であったりとか、まあ、それだけ愛着行動というのは大事でね。ただまあ子供のね、ともちゃんから前聞いたんですけどね、子供の頃にもし愛着行動が取れなくても、その大人になってからでも十分、母親じゃなくてもね、代用が効くというか、愛着行動の代わりにはなるってことで、まあ、その完璧にではないんですけれども、取り戻すことはできる。なるほど。まあそんな感じで ですね、はい。なのでまあ子供の頃にね、その愛着行動が取れなかったとか、まあ家庭環境それぞれありますんでね、もしなんかそれで不安になっている方がいたらね、まあ取り戻せるということで。うん、でまあこれについて愛着行動についてもっと詳しいお話をね、聞きたかったらまたコメントに質問いただければ、その質問に沿って、まあその相談でも構わないんですけどね、それについてまたお答えしていきたいと思います。2番目ですね。じゃあまあそこでね、永山則夫、よくその職場から逃げてたと、まあ確かにその就職するためにね、もうお金がどうしてもなくて、で服をもう盗んでしまったっていう、まあ致し方ないですね、這い上がるためには致し方ないんですけど、そこのね、従業員というか店長さんかな、からまあ言われて、そのまま言い訳とかもせずに逃げたっていう、直接逃げたっていう行動を取った意味、一説には、本人が勝手に店長さんにバレたんじゃないかと、不安になって逃げたという説もあるので、どっちが本当かは分からないんだけれども、当時は、捕まりたくなかった、っていう心境なだけだと思うんだけれども。なるほどね。まあ、そこ普通はさ、言い訳するじゃん、で言い訳もせずに逃げるとかっていうの、多分すぐに警察に突き出されるとか、そういうことがこう想像つくというようなこともあったし、おそらく虐待を受けていた過去が小さい頃あるので、もし警察に捕まったり、もしそういう悪いこと、何も悪いことをしてない時にさえ虐待を受けていたのに、何か自分が悪いことをした時にもっとひどいことが起こるんじゃないか、恐怖心、っていうふうに思った可能性もあります。なるほど、ね。まあ、さ、果物店でね、ずっと働いて成績も良かったのにね、働きはすごい真面目っていう評価を得てたので、非常に残念ではありますよね。じゃあまあ3つ目ね、仮にね、幼少期にこれがまた、貧乏なのはしょうがなかったと、時代的なものもあるからね、戦後のね混乱期っていうのもあったしね、高度経済成長期、ちょうど68年って高度経済成長期に入ってるって、集団就職とかねあったけど、時代的にはまだまだ貧しかったので、貧乏なのはしょうがないけど、ここでまず愛着行動があればここまでのことにはならなかったってことよね。だから守りは結果論ね、最終的な事件を起こすまでにはならなかったと思う。ちょっと歪んだ感じではあったかもしれないってこと、素質はもしかしてなんか見える、その声とか、映像とか、永山則夫が語ってる語り口とか、その誰かのことを語ってるとか、そういうところを見てて、その母親代わりのお姉さんがいて、その人から少し愛着行動をもらえてた可能性がある。その堕胎をしてね、で精神病院に入院することになってしまったっていうこと
そう、ね、その長女の方なんだけれども、長女の方からその愛着行動を少しは得ていたと考えられるような発言をしているから、うん、まあ、さっき愛着行動は0から3歳までって言ったんですけど、まあ、ちょっと長い人とか稀にいるんですけど、0歳から5歳までぐらいまでも、まあ、愛着行動を取るような方もいらっしゃって、おそらく、まあ、長山さん的には当時4歳ぐらいだったから、ギリギリのところでその長女から愛着行動はもらう、少しもらえてたと。で、そこまではまあ良かったと、うん、まあひどい生活はしてて、街中で殴られたりとかいろいろあったけれども耐え出てた。あのお母さんがさ、うん、あのまあ、何人か子供を置いてったね、うん、でその中に今長山のりも入ってたわけだけど、うん、あそこは何か関係する、その長山のりに。やっぱり捨てられたっていう思いはトラウマとして残ると思う。やっぱりトラウマは残ってる、うん、で母親に対しての怒りみたいなものって、もう絶対あると思う。まあ後々戻ったけどね、うん、成人してから戻ったけど、あ、成人してからじゃなくて、そのでもそう戻ってからも、うん、そのお母さん自体が虐待を受けてた被害者であったし、うん、その長山のりお自体が、うん、その何も働かなかったお母さんの夫、うん、いわゆる長山のりおのお父さんに似てるって言われてるもんね。 それで、あの、かぶってしまって、長山のりお自体をまだ小さい子供なのに泣いてたら旦那に見えて憎らしかったみたいなことを言ってた、ね、それで手を挙げてしまったとかいうこともあるので、これは虐待が2代目にも虐待が連鎖しているっていう種も、なるほどね、まあ、かなり典型的パターンです。この愛着行動とさ、あとはその DV っていうのが連鎖するっていうのを知っているのと知らないのって大きい違いよね。自分で制御できるかどうかってところだからね、うん、もし知ってたらお母さんは自分のその感情をぶつけなかったかもしれない。そうね。で、あとはもしこのね息子がその犯罪を犯すときに、なんか他人事のような話し方をしてたけど、うん、これももしこの知識があれば自分もそこに加わっている一つの要素だっていうことが分かって、うん、罪悪感もももしかしたら生まれたかも分かんないよね、うん、でも後にあのお母さんの日記というかノートが見つかったんだけど、自分が置いていかず連れて行ってたらとか、うん、そういう後悔を匂わせるようなノートは、まあ、文面はあったみたいなので、ただまあ大きくなってから戻った時にも邪険に扱ってたからさ、うん、まあ、それは聞かないかもしれないよね、うん、その時にたまたま自分が思った感情を書いてだけ、うん、かもしれないけど、書くっていうことはやっぱり思わないと書かないかな、まあ、かやっぱ罪悪感はあったんだね、うん、まあ、その最低限の母親としての愛情は、だけど本人でその嫌な思い出の父親と被る息子が来たら、やっぱり目の前にいると嫌な感じね、そう、感情が先立ってしまったりとか、やっぱその旦那のせいで苦労させられたわけじゃん。そっか、距離がね、うん、離れているからあれだったんだ。そうやって記憶が美化されてって、うん、やっぱ置いておかなきゃよかったって思うけど、うん、実際目の前にいると、うん、やっぱムカつくわみたいになるってことね、うん、旦那に見えてしょうがない。そっか、だからお母さんも被害者と読むことができます、ね、そうね、お母さんもまあ虐待されてたっていうか、ね、うん、証言してたもんね、うん、